やるなら決めろ、決めたら迷うな。今村チャンネルの今村です。岩手県に津波てんでんこという言葉があります。これは津波が来たらてんでんバラバラに逃げろという教えだそうです。2011年3月11日に発生した東日本大震災での出来事、今日お話ししたいなと思います。岩手県釜石市に14の小中学校があるそうです。この中学校での教育、大変素晴らしく思います。その中の2つ、こんな時代だからこそ大変役立つ教育考え方をお伝えしたいなと思います。まず一つ目に、ハザードマップを信じるなという教えがあるそうなんです。先生が大丈夫だよって言ってもね、安心せず自分で避難経路を考えて逃げなさいという教えです。そして東日本大震災の当日、停電によって校内放送が使えなくなったそうです。その時にね、この中学生の子たちはそれぞれに避難経路を考えて近くの小学校に走っていったんだそうです。津波だ逃げろ、津波だ逃げろと声をかけて、この小学校の子たちを連れてそれぞれがてんでんバラバラに避難したんだそうです。そして大人たちもこの子たちについて避難して、学校管理官にいなかった5名の子どもたちを除いて3004名の人が無事避難したんだそうです。この現象を釜石の奇跡と称されるようになったんだそうです。そしてもう一つは、率先避難するのは君たちだという教えなんです。これはね、中学生たちに先生はこう教えたそうです。君たちは今日家に帰ったらお父さんとお母さんにこう言いなさい。もし津波が来てもお父さんとお母さんは僕を、私を学校に迎えに来ず逃げてください。私は必ず助かるからって言いなさいという教育をされたそうです。きっとね、さまざまな経験をされた先祖の皆さんが、津波てんでんこ、つまり津波が来たらてんでんバラバラに逃げろという教えは、悲しい経験体験から来たものだと思います。大変厳しい選択だと思います。しかし中途半端な優しさや思いやりは一族を滅ぼすことになるのかもわからん、そんな経験をされたんだと思います。まさに今大変厳しい時代です。まず僕が自分の身を守るんだという責任を持つこと、この連続の先にこの厳しい時代を生き延びていく、家庭だったり業界だったり日本の国だったりするんだと思います。それぞれが自分の身は自分で守るんだという責任、この連続の先にしか未来はないんだと
私は思います。いかがでしょうか。やるなら決めろ、決めたら迷うな。